ちょっとなんか切れちゃったね、途中でね。若い人がね、いっぱい入ってくるの、おじさん教えてとかね。だけどね、いつも思うことがあるわけ。ね。もう僕のところにね、もうこれが弾ける、あれが弾けるとか、もうそういうのは混んでいいわけ。ね。で、このビデオを見た皆さん方がね、自分の好きな曲があるでしょ？なんですか、斎藤和義とか、そのミーシャとか AI とかさ、ね、もうおっさんはもう50過ぎの、もうちょっとね、もうくたびれてるからさ、もうそんな最近の若い曲はわからんわけね。だけど、1989年、まあ90年ちょっと前ぐらいから、まあ、ドリカムズ・トゥルータとかね、出てき、松任谷さんたちはそうだったんだけど、セブンスをよく使うのね。ドリカムズ・トゥルーというのはさ、ねえ、どうして、すごくすごく好きな人、で、D マイナーに行って、ただ、愛してるだけで涙が出ちゃうんだろうっていうね。まあこういうそのコードクリシェもね、これコードクリシェね、C コードクリシェと A7 挟んで D マイナーコードクリシェを今ちょっと弾いたんだけど、つまりね、その演奏学っていうのが一つあって、そのコードを分かってるだけでは演奏学にまでいかないのよね。さあ、技術を上げていけば、そのね、1000曲ぐらいコピーして、あれも弾ける、これも弾けるっていうのは、そのリズムのバリエーションは増えるよ。リズムのバリエーションは増えるんだけど、なんて言ったらいいかな、その人のそのフレーズをこうつまみ取って、こういいとこ取りしてさ、そのくっつけただけだからね。で、それじゃ音楽とは言えないわけよ。その最初から終わりから、初めから終わりまで自分のアレンジができないとね。その走りの部分だけ、そのちょっと似たフレーズとか出てきますよね。で、それじゃダメなわけね。それは勝手でしょってなね。自己満足の世界で。確かに自己満足の世界かもしれない。でも、自己満足の世界と自己満足でない世界のこう分岐点があるような気がしてならないんですよね。音楽がわからない人はね、音楽を自己満足の世界だって言いますよ。でも、音楽を本当に勉強して、本当に演奏というものにこう身を傾けていくとね、そのできることができるようになることは、まあそれが仕事になれば当然なのかもしれないけど、まあそのできなかった音が出せるようになった時の喜びの方が、まあ、人前でね、何かその曲を披露するというよりも、この喜びの度合いはあんまり変わらないと思うね。人前でその演奏してキャーキャー言われるのが好きな親父もいます。もうバカみたいな親父もいますよ。もうそういうのはね、もうどうでもいいわけですよ。ね。もう私的にはね、こう、将来ね、まあ俺がいつ死んでもね、まあベトナムの人たちがこのユリノさんのね、このギター講座を見てね、まあ日本とベトナムって結構友好国ですからね、まあフィリピンはちょっと戦争で結構いろいろあったんで、なかなか友好国といってもね、あれだけど。どうして、すごくすごく好きなことだなーってね。D マイナーか。D マイナーどれだっけ？ D マイナー。あれ？ D マイナーどこ行っちゃった？あれ、ちょっと間違えちゃった。CD マイナーね。ただ伝えたいだけなのに、ルルルルルル、涙が出ちゃうんだろうってね。まあこれコードクリシェなんですけど、いいですか？これで循環したでしょ？ 6 弦ルートの音が、
いいですか、6弦ルートの音が出発して1回目2回目5弦ルートになりました。 E モードですよと。 E モード、 A モード、 D モード、 G モード、 C モードまで2弦まで下がったらまた6弦に上がってきて F、 これ E モードの1個上がっただけだからね。 E モードの1個上がっただけよ。で A モードが1個上がっただけよ、 B フラット。D モードが1個上がっただけ、 G モードが1個上がっただけ、 C モードが1個上がっただけ、ほんで E モードが2個上がっただけ、 A モードが2個上がっただけ、 D モードが2個上がっただけ。ね、分かっていただけたかな。これがサークルオブフィフスのこの表を表してるわけね。 E、 あの E からスタートですね。 E、AD、G、C で1回目ね、1周目、6弦ルート、6弦ルート、5弦ルート A、 4弦ルート D、 3弦ルート G、 2弦ルート C、 2周目がここよ、2周目、2周目が1弦ルートの、6弦ルートの1フレットの F で、5弦ルートの、1フレットの B ね、4弦ルートの1フレットの E フラット、3弦ルートの、1フレットの A フラット、3弦ルートの1フレットね、 A フレット、3弦ルートのここねがここ、ここですよ。もう一回いきますよ。ここ何回も何回も見ますからね。この F という音は、この F という音、この F という音は、フラット1個ね、F という音は、E というモードが1個上がっただけ。じゃあ次いきますよ。この A というこの、ということは、こう対角線上で結べばわかるよね。E が F に、E が F に該当して、A が、こうだからこう、B に該当してっていうね。これがこっちに該当して、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 これがこっちに該当すると。ね。で、C がこっちに該当すると。ね。こっちに該当すると。そうだよね。G フラットはどういうのか。G フラットはこれ、あ、E か。E がこれに。G フラット、E がこっちか。ね。あのね、このね、このサークルオブフィフスっていうのを、これをね、パッと見たときに、こう分かる人ってあんま少ないね。そう、弾けるよ。そのコードが振ってあるから弾けるんだけど、これが一体何を意味するかっていうことが分かる人が少ないね。でね、音楽をね、勉強する。したい人っていると思うんですよ。だけどそういう、こう理論はめちゃくちゃでいいから、俺はかっこよく弾きたいという人はね、そっちのかっこよく弾けばいいと思う。でもね、かっこよく弾いても若い人が出てくるわけだから、もっと上手い人がどん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 出てくるわけよ。上手い人ってね、次から次へと出てきますよ。でいつか自分がその立ち位置に、立とうと思ってみんな練習してると思うんですよね。でもその上手い人はその教えてくれないね。お前は下手くそだろうってな感じでね。まあこれもね、五度圏のサークルオブフィフスをこう表したやつなんだけど、まあいろんなね、五度圏があります。 G と E フラットね、 C と D、 C と E ね、まあ山ほどありますよね。こういうやつもありますしね。まあ、これが一番簡単なサークルオブフィフスですね。で、このね、そのモードが理解できて、ここが E という音が13周目で E になりましたよね。じゃあ次よ、次いきますよ。いいですか。ここで1周したわけよ。じゃあ次いきますよ。じゃあ2周目いきましょうか。じゃあ2周目はどうなるかというと、今度は D、D まで行ったよね。でこの次なんか G が待ってますよね。 G をね、じゃあ G を上げていきましょう。次の G をね、どういうふうに上げるかというと、
G ですよね。この G を、今これを1回上げたら G シャープだけど、今度は2周したら A になっちゃったね。だから今、G シャープになりますよね。ここの G シャープ、この要するにここが1個上がるから G シャープですよね。つまりこれを登録すると、まあこれ G シャープですよ。次は G シャープですよ。ちょっと分かりづらいように、まあもうちょっとずらした方がいいかな。どうしようかな。まあいいや、 G シャープしましょうね。じゃあ G シャープが効いたら次何かと C でしょ、G シャープが効いたら今度は C だから、今度は C にして1個、ね、今度は C シャープか。4、待ってね。C シャープ。C シャープなのかな？ C シャープなのか。間違ってないよね。ここが、そうね。こうだから、そうね。C シャープか。C シャープになりますよね。これ C シャープいいですか。2周目よ。もうここからここで2周目、これ1周目、1周目はここね、2周目はここだよ。で3周目はここね。3周目のこの13回目でこの E の音に、ね、戻るわけね。 E の音に。じゃあこれずっと上げていったら次このこやつが、こいつがこの1個上がるわけだからね。あ、2個上がらんといかんのか。ん、ちょっと待って、 G シャープはここにあるからもう1個上がらんといかんのね。 G シャープの上か A か。あ、次は A になるんだね。ごめんごめん、ちょっとリセットして、この G が、この G がね、この1個上がったのは G シャープなんだけど、これ A フラットですよね。だから2個上がらんといかんから今度は A になるわけね。これ A になるわけ。つまり、これは間違い。これは間違いで、これがこうなるわけね。A になるわけ。A になるわけね。ほんで次は、まあ、次はこの C が、この C が1個で C シャープ、要するに D フラットだったから、2個上がるわけだから、次は D になるわけね。これが、これ間違いね。これが間違いで、次が、D になるわけ。で、あんまりね、いっぺんに話すと分かりづらいと思うんだけど、これでまた分かったことがありますよね。縦軸でこうくる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 ギターの6弦、5弦、4弦、3弦、2弦を回していくと、これ1周目、2周目、3周目で13回回したら E の音に戻る。で、13で、この14回目は、この A の音に戻っちゃいましたね。A の音に戻っちゃう。ほんで、次よ。次、ここが、この A の次が D だから、A の次、この C が、ね、D に戻っちゃう。これ D に戻っちゃった。もう音が戻っちゃいましたよね。これは何を意味するかということなんですよね。つまり、軽自動システムは横に動かして、そのルートを変えていったんですけど、このサイクルモード、循環サイクルモードでいくと、これは5度圏とかサークルオブフィフスを表してるんですけど、この E という音が、G という音が2度上がって、1度上がって2度上がったら A という音になった。A という音になった。A という音になった。つまりもう、ここでもうサイクルモードの型にまた、もっと型枠でも C が D に戻った。戻っちゃったでしょ。 D じゃあ G まで戻さんといかんから、じゃあ次行きましょうか。次は、C まで行ったらまた E ですよね。じゃあ次 E 行きますよ。 E というサイクルモードを1個上げて、1周目、2周目よね。で3周目、4周目に行きました。あ、4周目に行きました。4周目、この音。つまり、4周目はもう、
ここちょっとこっちにやらないと、こっちしないと映らんか。もうちょっとこれ4周目はこっちなんだけどさ、まあいいや、4周目はここね、 G ちょっと映らんね、こっちに持ってこんでね、ちょっとこっちを置きましょうか。だから映るかな、ちょっと待ってね、うん、映るね。だこれが結局ね、このギターを弾く人が分からなくなるところってここなんですよ。こうくる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 回っていくんだけど、 E モード、 A モード、 D モード、 G モード、 C モードがくるくる回っていけば、最終的に13回目でこう E モードに戻っちゃう。だけど E モードに戻るんだけど、システムは D モードで鳴らした E モードになっちゃう。ほんで次の13、14回目に鳴らすのはこう G モードで鳴らしたA モードになっちゃうわけ。で次が C モードで鳴らした D モード。そして次が、ね、またこのこやつがこの次の周回にね入っていくわけだから。E モードで鳴らした G が G モードの開放で鳴らした G に戻っていく。つまりどん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 こうフレットを上がっていって、最終的にどうなるかっていうと、こやつは12フレットまで上がっていくわけよね。こうやってピピ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 ってこう12フレットまで、ほんで F までいく。ほんで一周してしまうわけ。さっきのはいいですか。だからギターを教える人がね、何言ってんだよとユリノって、お前これシステムとモードなんてそんな難しいこと言わない、ここフォームで教えればいいんだって。それが間違いなんだから、ギターのコードフォームを指で教えてしまうと、このサイクルモードが見えなくなるわけ。それをね、すり込むからいかんわけね。それをすり込まれた人間がさ、嘘をすり込まれた人間がそれが違うということに気づくのに10年以上かかるわけね。わかるでしょ、自分たちが練習してきててさ、そんな教え方されてきたと思うよ、きっとね。そこ3人聞いてるけどさ、でなきゃさ、そんな悩む必要がないわけよね。ギターの難しいところは、その軽自動システムは理解できた、だけどこのサイクルモードが理解できてない人が多いわけ。サイクルモードっていうのはさっき言ったように、このサークルオブフィフスね、このサークルオブフィフスの5度ゾーン、この5度進行 E からスタートしてたよ。 E からスタートして、E からスタートしてね、 E、A、D、G、C でこれ1回目、2周目 F、B、B フラット、E、A フラットで D、D までで2周目かな、これ、ね、6、7、8、9、10で11、12で B でしょ。この B というこの音はギターの2弦の開放弦の音だよね。2弦の開放弦の音だから、次の周回に行くときにはこの C シャープに、要するに C システムの、ね、さっき言ったように、さっきこの、ね、ここの、ここで C を出したように、これがこっちずれたらさ、もうずれないか、うん、まあちょっとずれたらこうなっちゃうんですよね。ここがこうなっちゃうんですよ。つまりね、このここが分かるとね、もういろんな演奏ができるようになるわけ。それなぜかというと、 A システムをこっちの G システムで鳴らせばいいわけだから、こことここが見えるでしょ。ということはアコギでですよ、例えばここで A を出しますよね。 A というコードがありましたとね。でいつもここでやってんだけど、これをこことこことここで A でしょ、ね、ここがルートになれば A なんだから。つまりここも使える、ここも使える、ここも使えるわけよね。これ G システム、 G システムの A という音ですよね。わかりました。でもちょっとずらしていきましょう。 B システム、 B、 これは A システム、これ G システムの B という音ですよ。つまりね、さっきは軽自動システムからそのこのA という音を探すときに、これを A という音を探すときに
ね、こう G システムのこことここはルートですよって言ってこう鳴らしましたよね。だけどギターで弾くときにはまあ5、6弦を狙ってあとこっちをストリングスかけるか、まあ、5、6弦でルート取りながらこっちアルペジオするかぐらいのね、そういう、まあ、バッキングの方法を取りますよね。つまり A というコードを押さえててもここの3弦に A という音が鳴ってれば別に6弦の5フレットを鳴らさなくてもいいわけですよ。ちょっと下の方でちょっと遊んでもね、メジャー7につけてもいいし、かっこいいでしょ、おしゃれでしょ。じゃあこれで A メジャー7になるんだけど、この A メジャー7を押さえる人ってあんまりいませんよね。 A メジャー7はだったら A メジャー7普通はね A ですから、何言ってんですか、 A メジャー7これで押さえるんですよって、こっちの方が簡単だしって。だけどこの A メジャー7をこれで押さえる人もいないね。いや何言ってんですか、 A メジャー7はなんだっけ、 G システムか、 A メジャー7はこれでちょっと待って、 A はこれかちょっと外れちゃうな。 A メジャー7、A メジャー7はこれで押さえるんですよってね、まあ、これ外してもいいけど言う人もいますね。 A メジャー7、いやそうじゃなくて A メジャー7これじゃないですか、ここもしないですよって。 G メジャー7は G メジャー7これ G メジャー7ね、 G でしょ、これがメジャー7の関係ですよね。これがルートから1個下がるわけですからね、ルートから1個する G メジャー7だけど、その演奏技術というのはですね、演奏技術というのはさっき言ったようにこの A システムモードと G システムモードを使い分ける。 A システムモードというのは A ですよね、 A システムモードで A で鳴らしてるというのはいきなり G システムに並び替えてしまう。これルートはここですよ。A ですよ。ね。で、まあ、さっき言ったように、その、この、例えば B7 がありますよね、B7。B7 があったときに、この B7 はまあこれで鳴らして、で、C7 に行って、また B7 に戻してっていう、そういうコードワークがよく出てきますよね。でもこれバッキングできます。シャカ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 とかね、できます。要するにね、何が言いたいかというとね、俺はコードを知ってるじゃないのよ。こう演奏楽っていうのがあって、B7 をさ、ここで弾いて C7 に行ってこれでやる人もいるよ。ね、相当上手い人ですよね。でもここで B7 取る人もいますよね。で、Bm これ外してこれで Bm ね。B7 オミット3なんだけど、Bm って言ったら普通はこう、普通はこうですよね。だけどコードによってはここを外してここ外してこれで Bm って言ってる人もいますよね。そういうふうに書いてあるコードブックがあるんですよ。実際は違う。だけど Bm の構成音はここでしょ？とこことここはセブンスだとここでいいんですよね。これ Bm、これ外していいわけですよね。そうすると Bm7 をこれで動かしていけばですよ、演奏技術としてはどうなるか、ちょっとあとはもうこれ外れて E7 に行って残りになってどこ E7 節法から E7 になるわけですから。でじゃあここがね、この Bm7 が覚えたこれ2つ挙げてですよ、 Cm7、 Cm7 これな、これいらないですよね、ここで鳴らせばいいわけ。あなたは私の元から、で Bm7 そのまま下がってくれよ。そして A に行け、 E に行けばいいんですよ。コードフレーズがね、そのジャズとかやってくるともうそんな必要でない、その音とか被ってる音も鳴らすのやめろよってなってくるわけね。鳴らすのやめろってこと、そのルート音と同じルートのその8度の音とか2オクターブ上の音を鳴らしてどうすんだっていうね、コードとの響きというよりももうそんなにね、2音3音で取っていった方が和音が綺麗になる時があるわけよね。
で、こういうそのまあオクターブ奏法に似たような奏法の仕方も、これもその当てずっぽでみんなやってるわけよ。ね。だけどこれ当てずっぽにならない、これじゃあ 何が崩れてきてるのかって言ったら、これ Bm7 が崩れてるだけですよね。これが崩れてるだけですよ。でここ外して、ここ外しの、ここ外しですよ。でセブンスを抜いただけですよ。これ入れると Bm7。ここ上がっていけば Cm7。Dm7。ね、Dm7 かっこいいでしょ、この音ね。いい音でしょ、これ。普通は Dm7 はこうこうこうですよね、Dm7。だから、コード理論を分かるということよりも、ケージドシステムを理解して、そのシステムがどこに走るか、A というシステムが G というシステムで、音を変化させて鳴らす。コードトーンが入れ替わるわけでしょ。ルート3度5度、583ね、1オクターブ上の5度、1オクターブ上の8度、583度で、これこっち行けばね、マイナーになりますよね。つまりね、こういうことはあの2000円ぐらいの本には書いてないんですよ。これね、7000円とか1万円ぐらいするのにやっと出てくるんですよ。わかります？分かっていただけたかな。つまりあのね、ギターを弾くときにあの柔らかい音色ってあるわけですよ。柔らかい音色、例えば Bm7 を弾くときに Bm7 ね、これ Bm7 ですよ。ちょっと出てこないの。Bm7 Bm7 をこう弾きますよね、これ Bm7 で、 Bm7 に行くときにですよ、C メジャー7と Bm7 ってよくありますよね。で、みんなはあの C メジャー7、C メジャー7から、これか、 C メジャー7、この C メジャー7を弾いて Bm7 に行くんですよね。だけど この C メジャー7を使うんじゃなくて、こっちの C メジャー7使うんですよ。そしてこのコードフォームをこっちにずらす。そうするとね、ちょっとね、音のコード演奏学ですね、音の響き、ちょっと音出しましょうかね。ちょっと音出さないとわからないね。これちょっとあれか。よしよし、ああ、これ入るか。入ってる？入ってない？ね、ちょっと音を出しましょうか。これ C、この音、あ、違う、しゃべりづらいね。この音はね、C メジャーセブンですね。C メジャーセブンですよ。で、これが B メジャーセブンね。で、この C メジャー、この C メジャーセブンと B マイナーセブン、 B マイナーセブンね。で、その時 C メジャーセブンをちょっと上の音から入って。で、Bm7。音が柔らかいでしょ。だから結局ね、どういうことが言いたかったかというと、ね、結局ね、何を言いたかったかというとね、コードを、そのコードを使ってもいいんだけど、あえてこっちのコードを使うとかね、 C メジャーセブンこれを使うとか。でも C メジャーセブンって言ったら、ここ使ってここ使ってもいいわけよね、 C メジャーセブン。で、これなんで C メジャー7かというと、これをさっきの言った G システムの C メジャー7ね。これが、C ですから。こうすると C メジャー7になりますよね。つまり A システムと G システムのつながりが見えてたら、別にその演奏学から言ったらですよ、 C メジャー7をまあここだけでその演奏する必要がない。